松前勝弘5月10日昭和15年8月2日は明治時代の死者区。旧江戸正輝藩松前氏の第15代当主。父は松前治虫。妻は大矢部ふ次郎の三女、須賀。子に松前正弘、松前幸弘がいる。明治38年4月、父治虫弘氏が亡くなったため家督を継承する。明治44年3月。 学習院高等学科を卒業。大正10年8月創立の帝国土地開拓の取締役に就任。その後、養老新宅監査役、東洋土地開拓取締役を務める。昭和4年9月、長男の正広に家督を譲って隠居した。同年11月、分家する。昭和15年に52歳で死去した。なお、正広は、 太平洋戦争に補充兵の二等兵として出生し、昭和19年10月にニューギニアで戦死したため、次男の幸弘が後を継いでいたが、平成20年に病死している。昭和60年から2年間、横浜市立本郷養護学校の校長を務めた。ありがとうございます。